はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第14回やっていきたいと思います。少しベネビエントのところへ向かう道で、まあアイテム収集をしましたので、まあ、ちょっとそちらをご覧いただいて。でけえのがいる。ちょ待って、襲ってきた獣。いや気になってさ、やっぱりこっちの方なんかないかねと思って今探索をしているところになります。お、これは月と太陽の金属球。これあれか、あっちにあったところだよね。上とかなんかある？なんもないか。ここもなんもなし。じゃあとりあえずあっち行ってみるか。ここで、ここにさっきの金属球をはめましょう。これは、あー落ちちゃった。この玉っころ遊びなかなか難しいからね。でここだな、ここは柵がないから。おっと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 、オッケー。で漆黒の結晶骨、これが入ってるよね大体。ただね、ベネビエントの副葬品はもうよく分かんなかった、よく分かんなかったから、もうこのまま先へ進みましょう。で今回はここですね、私欲の退治の鍵使っていざ新しいところへ行きます。と言うてもさ、ここ最初に来たよね。ない、待て、なんだ、ちょっとイベントまた食われてんじゃんかよ。食われすぎだろ、どんだけやられた。え、逃げる。え、待てほら消えてったか。いや戦闘中か結局。いなくなった。とはいえアイテムはもう結構取ってあるからね。てか一回戻ってさ、金使ってさ、ショットガンの弾補充したいんだけど。あ、買い物もね少ししました。で何をやるかっていうと、いらっしゃい、ショップの武器カスタマイズでこれで装填数を増やそう。金が足りない、アイテムを売却する。ここら辺めちゃ高く売れんだけど、これ売ろう。なんとこの価値をご存知で。知らん。お気になさらず。ただの木彫りの人形としか思えない。よし、これで装填数6になってるんで。良き日よ。ショットガンの弾がねちょっと少ないんだよね。ハンドガンでなんとかやりくりするか。でやつはもう多分どっか行っちゃったから、これ取りに行けんじゃね。体力はね、ほら、来たガッ。食われてね。ちょっと待って、まずい。どうやって回復するんだっけ。こうだ久々すぎて来たところ、狙う。倒せんのこいつ。仕方しなきゃいけないとかっていう。ライフル立ってる。一定距離を取ってくるね。ああ、いなくなった。
結構減ってしまった。てか弾無駄遣いしたんじゃね。いや撃退したのか結局。いるわ、何なのこいつ。ケツ狙う。ほら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 、マジ弾の無駄っぽいな。あ、倒した。ひょっと。で、どっちだ。あれ、あっちどうやって行くんだ。あ、こっちじゃねえや。え、いるんだけど、ちょっとシカトしよう。確かにね、音はする。で、こっちじゃねえ。え、なんだ、どっから行くんだこれ。ここ通ってこっちとか行けないの。ここ入ってこれ一番最初のとこじゃん。え、どうやって行く。の焼却炉みたいな。あれ、マジでわかんねえ。ここだって開いてないんだよ。え、超行きたいんだけど。火薬兵器とかね、絶対欲しいよ。え、この中に敵がいた、さっき。どっかから全然こっち普通だった。普通に行けたわ。で、鉄格子の鍵ってか、また死にそうだな俺。だって薬液まだあるか。げっ、 GM79、 これ何これ。あ、グレネード、ショットガンかなとか思ったけど、これショットガン、これか。中折れ式のグレネードランチャー。ちょっとまた炸裂弾キーピックで、アイテムは OK。 よし、いや、ここは来てよかった。で、結局どうするかだよな。ナイフのところに置くかどうか。てか、どこ行くの俺そもそも。もうアイテムは取り尽くしてるから正直いいんだよね、ここの探索は。あー、こっち行くか。え、なんだこれ。いや、意味がわからん。調べる。壊せそうだ。これどっちがいいんだろうね。壊した。で、先へ進めますと。一応ハンドガンも結構弾無駄遣いしたかんな。あのサルブ壊すのに。ここ行けそうじゃね。なんか階段あるし。これで壊すか。いける？お、登れる。いや、すげえな。指がない状態でずっと戦ってっからな。あれ、豚ちゃんがいる。強いな。倒した。しまった、外した。外した、めっちゃ外してる。頭を打ち抜く。すげえ弾使った。結局ここってさあ、鍵外していけたわ。豚肉肉、あれ、でクランク扉。いや、クランクは持ってないよ。ハンドルは持ってるけど糸じゃないもんね。じゃあここ行って手に入れろってこと。
応セーブができる。セーブできるときにセーブしとこう。はや。都方面昇降機。湖か。あれここ最初のとこ違うか。げここにアイテムあんな。安全ポイントだし、ちょっとなんかあれば回収したい。こっち側か。これ壊せる。なんだこれ。珍獣の写真。写真の意味が分からん、まあ、とりあえず下へ降りていきますか。でここか。ガッチャ。下へ降りんのか。やだな下とか。てか弾がマジで少ない。やべえな。デュークから買ったばっかなんだよね、弾。6-3、11か。スナイパーライフルで少し。あ、でもグレネードも手に入れたっちゃ手に入れたのか。もう全然あれだな。わけわかんねえとこに出てきたな。正面にここになんかあるよ。六翼の大使の鍵。いや、それは持ってない。さて、ここは無理か。行動だね。あ、光ってる。弾を無断できん。結晶のかけら。ちょっとスナイパーライフル、スナイパーライフル攻撃力鍛えてくればよかったかな。ここいける。いける。ん、なんだこっちか。え、ここどこ。あは、無理やり通ってった。あ、いや絶対取れないよ。狙えない。え、取るの。簡単に手に入ったな。絶対逃がしてくんないでしょ。ほらほらほら、キモ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 。お母様、あなたのために俺は何でも。見つかった。これはもらっていく。挑発的だな。それはお母様の大事な子なんだ。あいつのものじゃない。 お前聞きたいことあるだろ。お母様の子ってどういう意味なんだ。お母様は我が子を取り戻したいんだ。ふざけたことを。待って、頼む頼む。それがないとあいつらにバカにされちまう。俺あいつらを出し抜きたいんだ。知ったことか。待って、もう少しだけ。いや、やばい、近づいてきてるぞ。バカめ。何がおかしい。バカだなお前。話しすぎだ。終わりだぞ。入り口を塞いでやった。何言って。ここは俺様のテリトリーだ。お前はどこにも逃げられない。モローから逃げる。バカ者め。帰ればいいのかな。待て、もんか。いや、逃げるぞ。とりあえず昇降機の方まで行こう。しかも俺のは渡さないからな。ショットガンで。謝ってももう遅いぞ。あ、どっちだこれ。こっちはダメか。どうやって出るか。出る出る。ん、どっちから来た。こっちはなんだ。行けるか。なんか行けそうだね。なんか死んねえけど。あ、なんか出てた。いや、出てたけど大丈夫。全然わかんねえ。
どっちが両方いけそうなんだけど、こっち下降りらんねえわ。中入れる、入れるね。ハンス親方が死んじまったからしばらく漁はやめ、ボートの鍵は坑道の奥の小屋に返しておいてくれ。親方が死んだのは事故じゃねえ、怪物に船ごと食われた。その怪物と会わなきゃいけないの。エンジンをかける。エンジンなんてねえよ、鍵か。ボートの鍵が必要。ボート小屋って言ってたよね。金いける？え？あそこに宝があるんだけど。前方に宝が見える。ただボートがないから行けねえ。え？鍵ゲットしないとダメ？戻って、どこに返しとけって言ってたっけ。こっち？どっちから来た俺。あ、こっちから来た。だから上に行こう。あ、あった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 、と思ったらハンドガン。これ多分下に降りるだけだよね。なのでこっちへ向かっていく。これは調べる。衝撃で壊せそうだ。ナイフによる衝撃。ゲー倒した。やった。で降りて、で700円。あー一応なんだこれ、戻ってきてる。どっちだこれ。ん、なんかいるな。頭を打ち抜くか。何？いった。そう、こいつマジでやだ。えらい撃って。こいつも死んでるか。中へ入ろう。ボート小屋かこれが。鍵。ちょっと待って。声がする。一回こっち閉めよう。で、何来ない。逃げてった。なかなかやるではないか。これは逃げるべきか。うん、結構いるな。ここから狙い撃てる。頭を狙いたい。よし、ぐっ。こいつじゃねえかよ。マジかよ。ちょっと待って、ちょっと待って。ここはあれ、なんか取りたかったけど逃げよう。いっぱいいる、いっぱいいるじゃねえかよ。挟まれたら終わるな。グレランの出番か。グレランはそれなりに弾あるからね。こいつ素早すぎだろ。どうやって逃げんだっけ。こっちへ行きたいんで俺は。どっから行く、どっから行く、どっから行く、どっから行く。あれ、どっから来た俺。敵多すぎ。うわ、超食らうんだけど。ちょ待って、直撃を食らってるこれ。ちょ待って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 、消えろ。いって、くっそ、何体出てくんだよこいつら。ここはしょうがないやん。
切り替えて、ほら、くそ、はめてるけど倒した。弾をだいぶ使ったな。金はいっぱいあるけど。で、一応アイテムがある。これなんだこれ。これどっから行くんだこれ。俺どっから来たマジで。あ、こっちから来たか。あ、で、倒したから、あの先のアイテム、回収しよう。で、結構満身創痍だよな。これはもう2発しかない。6発しかない。まあ、グレランを投入してないから、まあ、火力はまだまだ大丈夫だと思うんだよね。で、まだアイテムあるけど、ちょっと無理だ。探してる余裕がない。で、こっちから抜けよう、ちゃんと。あとスクラップパーツとかはまだ組み合わせてないからね。いたな、俺には分かる。てかいっぱいいる。マジで硬すぎだろ。よし、クリティカル1人だ。あれ、ここさっきの死体、ああるね。これこん中入ってくんのかな。あ、ここセーブポイントじゃなかったっけ。違ったか。じゃあエンジンかけよう。ボートの鍵、これバイオ4でもあったよね。盛り投げて倒すやつ。え、何これ、どうやって進むの。進んでんだけど。宝箱の方いけないか。いや、いけなそうだな。こっちへ入っていこう。すっげえ変な進み方してんだけど。大丈夫？うわあ。今のはどっちへ行く？いや、わかんねえから適当に行こう。こっち、ここに着陸できんじゃん。一応エンジン式なんだね。アイテムはなし。なしだけど、なんだ？入れる。なんだ、ここか。研究室か何かか。いや、左、左、左。一体何を調べてる？誰だ？あれ？おい、やめろ！おとなしくしてろ！イーサン。こんなところにいるとは驚いたな。ここで再会するとは残念だ。クリスカ、お前、ミアを殺して、次は俺だけが。隊長、外で異常な揺れを観測した。すぐに移動しよう。揺れだと？震源は？不明だが、このままここにいれば、ミランダに知られる。おい、待て、ミランダだと、知ってるのか？黙ってろ、イーサン、お前には関係ない。サンプルの分析結果は。やはり得意金とつながりが。これ以上は首を突っ込むな。一体誰が。おい、下がってろ。うわ、海に投げ出された。やめろ、来るな。お前、出口は水中だ。逃げられない。
相手してる暇はない。ダメだ、もう遅い。ミランダ様はすでに儀式の準備を進めてる。お前はその時間稼ぎか。哀れだな。なんてことを。ミランダ様と一緒になるのはこの俺なんだ。お前じゃない。何の話だ。いや、キモすぎ。お前なんか変だぞ。いや、今更我慢できない。助けて。どうして、ママ、どうして、どうして。ん？待って、こんなとこで戦闘？ちょ、待って。まず一旦、何かを確保しよう。こっちから行け。行けた。あ、逃げた？逃げ切ったわ。これどこだよ、しかも。あんなのどうすれば。モロ診療所。どっち？あっち？どっちがどっちだかわかんねえ。あ、こっちでももう行けないか。あ、行けないね。ここも帰れない。からこっちへ行くしかない。水中に出口があるって。水門操作場。あ、なるほどね。水抜きたいんだけど、あからさまに怪しいな、このスイッチ。水さえ抜ければなんとか。くそ、電気が来てない。これは、ちょっと待って、これはまあ覚えとけパターンだよね。しゃべるか。さすがにちょっと覚えてらんないんで。少し画面が遠いから拡大しないといけないんだけど、パッシャッと。っていうかさ、向きこれでいいの？キーのマークが下に来てるね。これがあれかな。まあいいや。電力復旧。アイテムはない。あれ？衣服はいなかった。チラ見してる。これどうやって行くんだ。え、ちょっと待って。行きたいやつのところへ。いた。お前どこにでもいるな。おお、いい。すげえな。もはや何とも思ってない。ここら辺まだ変えるっちゃ変えるんだよね。で、弾とかはもうほぼほぼ売り切れちゃってるんで、作るしかないか。お気になさらず。で、武器のカスタマイズ、装填数はもう増やせないから、ライフルちょっとな。で、結晶のかけらいらない。塊もいらない。これもいらない。もうちょい売れるもん全部ロー。暗示人形も売っちゃおう。で、これはあれだしな。マガリーナはちょっと完成させてから。これも売る。宝物も売る。ここまでか。ああ、アンジー嬢、なんと可愛らしい。ビスクドールは大変人気があるのです。で、ライフルの弾を増やそう。ああ、増やせた。で、攻撃力も増やそう。で、連射速度も増やそう。装填速度を増やそう。こう見えても手先は器用な方でしてね。だいぶ金使ったな。で、グレランの弾か。閃光弾っている？ちょっと炸裂弾は作れるようにしとこう。それに興味をお持ちになるのも当然です。こんなもんか。よし、 OK。 良き日を。あ、セーブができる。そうですね、そんな感じで。じゃあ今回はここで終了して、次回は電源復旧ですね、やっていきたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。